彼氏は一人でネットゲームしていた時に近くにいたキャラから急にクールと話しかけられたらしい。彼氏は英語が話せるから会話というかチャットしてるとその人はドイツの人だったんだって。チャットログ見てみたら私でもわかるぐらい英語片言だったっていうか、むしろドイツ語だった。こちらが自分は日本人だと伝えたら、そのドイツ人の人、ローマ字で僕は浜崎あゆみと宇多田ヒカルが大好きですと言ったんだって。頑張って日本語も勉強しているみたい。距離が遠いからあまり実際に会うことがなくて知らなかったけど、ゲームで外国の人と話してること聞いてみると割と日本好きな人多いよね。日本のキーボードを買ったって喜んでるベトナムの人とか、こっちが日本人だって知って頑張ってローマ字で話しかけてくる外人さんって可愛い。ネットゲームやらない人にはちょっと分かりにくい話で申し訳ない。某箱庭芸で複数の人と適当にドライブしてたら、フランス人からいきなりメッセージが届いた。 I love 俺のタウン、 I love Japan。 びっくりしたけど嬉しくなったから、楽しい時間をありがとう、またよろしくとエキサイト先生に頼んでフランス語で返したのよ。そしたらボイスメッセージで、フランス語喋れるのですかってつかないけど、一言一言丁寧にメッセージをくれたんだ。俺は正直にわからないけどネットで調べたよとエキサイトフレンチで返したら、日本人のそういう温かい心がフランス人は好きなんだってメッセージをくれた。聞くとフランスで学校の講師をしてるらしく、何かの授業でこの話をするって言ってた。恥ずかしかったけどそれ以上に嬉しかった。フランス人に親日家が多いのも嬉しかった。携帯だから開業とかめちゃくちゃだろうけど、そんな話でした。